こんばんは、青春通りの井原です。こないだテレビの世界仰天ニュース見てて、秋葉原の耳かき店員がストーカー客に殺害されてしまう悲しい事件のことを取り上げていて、それを見て思ったお客様との距離感についてや、こうしとけばこんな事件を防げたのではないかと思うことについてお話ししようと思います。簡単に事件になるまでの経緯をお話しします。犯人は毎週土日3時間コースで予約するほどのハマりっぷりで、耳かきはほどほどに、会話がメインでトランプを一緒にしたりゲームをしたり部屋で楽しんでました。だんだんガチ恋になってきたのか、俺ってかっこ悪い、普通、かっこいいの三択やとどれかなって質問すると、女の子は普通より少し上って答えると、すごく傷ついて、俺ってそんなひどいのかと言います。なんかの心理テストやったのでしょうか。でも実際にブサイクなおじさんでもかっこいいおじさんでも、どちらでもお世辞も込めて悪くは言えないし、聞かれたらそう答えるしかないですよね。また別の日にはお弁当を一緒に食べたくて持って行ったけど、女の子はもう食べたからと断ったら、めっちゃめっちゃキレます。その後、予約の時間や使用回数がどんどん増えて、1日7時間コースも予約したり、金土日の3日間で10万円も使うほどの沼っぷりです。会いたい時間に予約が取れないと激怒したり、系列の別店舗にその日移動しないといけなくて、予約全部埋めてるから電車で一緒に行こうと誘うも、女の子スタッフともに外で会うのは禁止されてるからダメやと断るも、またもや激怒します。後に秋葉原駅から店舗に行く途中で犯人が待ち伏せしてて、女の子は恐怖でスタッフに出禁にしてっていう話を店前で聞かれてしまい、それからしばらく犯人は来店しなくなり、ストーカー化するのではと不安になります。なので2人にしかわからない話をブログで出すと、次の週なら予約があり、会った時に待ち伏せは怖いとはっきり言います。その後、タメ口で友達のように話す友へのようにシフトしたり、予約の都合つかないのを理由に、しぶしぶメールアドレスを交換してしまいました。しかし、犯行のガチ恋はさらにエスカレートして、その年の年末から年始まで9日間連続予約され、態度も傲慢になる。もっと色恋強くなります。そして、転換要求もしつこくなり、何度も断るも分かってもらえず、女の子は精神的に限界になり、出禁にすることを犯人に告げる決意をします。次の日、部屋でほぼ口を聞かずに、もう来なくなるよと言われ、それでいいですとメールの画面で返答。その日は犯人は怒って帰ります。後日メールで予約頼まれるも断り続けます。ついには家の近くで待ち伏せされます。これは住んでるエリアを以前に犯人に教えていたのが原因ですね。待ち伏せがあるので系列店のスタッフが毎回家まで送るようになるも、3ヶ月間送ってもらってて、もう大丈夫だろうと思い、送りをなくした途端、
また犯人が待ち伏せしており、その場は逃げたけど、メールアドレスを変えていて、犯人は連絡が取れなくなると気づくと、犯人が凶器を持ち、家に行って犯行に及ぶということでした。もちろん、犯人が完全に悪いけど、こうしとけば事件を防げたのではないかと思ったことをお話しします。まず、もっと早い段階でスタッフからきつく出禁を伝えてもらった方が良かったと思います。女の子本人から伝えるのと、スタッフや店長など店の責任者から伝えるのでは重みが違いますよね。この事件では女の子から会って店で伝えたわけですが、それやとカップルの別れる、別れないの痴話喧嘩みたいな感じで、またご機嫌取ったり、仲直りできたら大丈夫かと思われてしまいそうやし、男性スタッフからきつく伝える方が効果的です。あと、一番大きいミスは、家の場所やエリアを教えてしまったことですね。最寄り駅を伝えるだけでも、駅で待ち伏せされて、後をつけられたら、家まで特定されてしまいます。なので、住んでる場所を聞かれたら、わざと少し違う場所を教えるなどした方が良かったと思います。あとは、待ち伏せされてる段階で、警察相談や腕つかまれたりしてるので、被害届を出すなどして、犯人に警告するのが、抑止力となったのではないでしょうか。この事件は、10年以上前と、かなり前の事件で、耳かき店なので、ピンク系でない、また業種が違うということもありますが、個室の密室でサービスするという点については共通してますし、ピンク系のサービスのお店やと、もっとこういうガチ恋客によるトラブルになる可能性は高いと思うので、普段から個人情報を安易に教えないとか、対策も必要ですよね。というわけで、今回はたまたまテレビ見てて思ったことをお話ししてみました。何でもそうやけど、距離感って大事ですよね。距離が違うと思ったら、適切な距離に戻すようにしましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と通知のベルマークのオンお願いします。また上がってって。